なぜ日本へ来たか理由がたくさんありましたが、きっかけの一つは日本と日本人のことをもっと知りたいということですね。で、そして日本語の勉強の動機があって日本語を勉強を始めました。大学1年生の時、日本語を勉強したくてつもり仙台に入りたかったですが、大学から遠いので諦めて日本語の勉強もやめました。センターに入って、授業の雰囲気や教えてくださる先生方がとっても良かったと思います。まあ、日本に来てから一番辛いのは日本語です。やっと夢の国に来た私は、まあ、本当にこの国の人々と仲良くしたくてたまらなかったが、違うことがたくさんあると思います。勉強しないなら、全然わからない。仕事も生活も困りましたよ。会社の日本人の同僚によく、日本に来ているベトナム人は悪い人が多くないと聞かれます。私もベトナム人なので悲しかったです。レッスンですとで最初に私の会いました、はい、実はあゆみさん、私と結婚してずっと日本で住みませんか？私の考えでは、まずこの世界なので料理学もせずにすぐ覚える言語はないと思います。私が思う外国語を勉強する目的は、外国人と交流できるようになることです。なぜかというと、この文化は日本人の定型的なものなんです。どんな人でも問わずに、どんな状況でも関係なくて、よく使われているものです。時々感謝代わりに、使われていることも多いです。日本人は謝るに通じて礼儀を表す表現だと思われています。どこから始めるのが捨てないよ。全然わからない。とっても困った。それからすんぶりの日本語を知っていました。ここで N 語を勉強してみました。1ヶ月くらい勉強してみました。そして本当にびっくりしました。つもりの先生は誰でも熱心で上手な先生です。ビデオも素敵だよ。まずこちらは誰ですか？ルイ先生です。ルイ先生はどんな人ですか？ハンサムです。ハンサム？はい、めっちゃハンサムです。ベトナムに11月20日から先生の日ですよ。いや、先生の日に生徒が先生に感謝する日だと言います。それに花とか可愛いプレゼントとか先生にあげますよ。ベトナムでは11月の20日は先生たちの日なんですよ。ですから私たちの生徒は先生たちに感謝の一言を送りたいと思います。先生こんにちは。いつもいろいろお世話になり、相談に乗っていただき本当にありがとうございました。明日先生たちの日ですから、幸せなこと、いいことなどを迎え、もっとたくさん生徒たちに愛されますように、いつまでも元気で頑張ってください。11月20日ぜひ良い一日を楽しくお過ごしくださいね。先生、はい、お元気で、はい、頑張ってください。はい、皆さんも健康に気をつけて勉強していきましょう。努力していきましょう。つもりの先生までありがとうを言いたいです。今日まで本当にありがとうございました。先生ありがとうございました。おめでとうございます。夢ならばどれほど良かったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る。忘れたものを取りに帰るように、古びた思い出の誇りを払う。戻らない幸せがあることを最後にあなたが教えてくれた。言えずに隠して
たくない過去もあなたがいなかえにくらいまま、きっともうこれ以上傷つくことなどありはしないとわかっている。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、その全てを愛してたあなたと共に胸に残り離れない願いで元に追え、雨が降り止むまでは帰れない。今でもあなたは私の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、その全てを愛してたあなたと共に胸に残り離れない願いで元に追え、雨が降り止むまでは帰